結構すごいことになってますね。なんか顔すっきりしてますね。ハリケーテンからこんにちは、美容ハリキングです。今日は友人の佐藤さんに来ていただいてますけど、動画クリエイターとパフォーマーですね。パフォーマーで花粉症だったらちょっときついですよね。辛いですね。辛いですね。本番中出たら大変ですね。結構アクロバティックでね、回転したりとかの時するとこんなんやったら着地がやばいですもんね。まあ本当に出ちゃったら多分もうそれどころじゃなくなっちゃう。それどころじゃなくなっちゃうので、はい、ということでですね、意外とその花粉症治療ってね、針でもやるんですけど、水玉を使ってやるとですね、背中がすっきりしてですね、はい、結構呼吸も楽になりますし、ぜひぜひ。ちょっと前から気になってはいたんですけど、はい、これやるとバツンと世界が明るくなりますからということで、はい、はい、じゃあどうか行ってみたいと思います。結構ですね、この背中がですね、こわばってる方が多いんですよね、はい、あと首がですね、むちゃくちゃ、ああやっぱり、ね、結構やばいですね、首と首の骨の間 の, この筋肉むちゃくちゃ硬い人多いんですよ、はい、花粉症の方ね。でここを刺激してすっきり通していきますけど、カッピングをしますんで、ちょっと背中の状態見たいんですけどね、こう肩を動かさずに首だけで右向き右とかしてもらっていいですか。右向いて、はい、で左はどうですか。左ちょっと行きにくいですかね。そうですね。右手見えやすいですね、はい、で左はちょっと見にくい感じですね。そうです、はい、でお腹手を置いていただいて、右こうひねってこう広角で反対側両方硬いですね。でこういうところをですね、全部こうすっきりさすといい感じになりますね、はい、でじゃあ早速やってみたいと思います。じゃあですね、カッピングをして背中周りとかをすっきりさせながら花粉症治療していきたいんですけども、この辺がこわばってる方が結構多いんですよね。呼吸器系 の, この肺のある部分とかの筋肉の疲れとかがある方が結構多いんですよね。ちょっと滑りよくするのに座らんほうがいいです。大丈夫ですか。はい、アスリートは強いですね。逆になんかちょっと気持ちいいぐらい。気持ちいいぐらいですか。はい、痛くない。大丈夫ですか。強くないですか。大丈夫ですか。結構すごいことになってますね。そう、踏みながらの T
PAR ポイントですね。花粉症の改善のツボいきますね。さあ、ちょっと首をしていきますね。ちょっと響きますよ。ではまたさらに鼻どうですか。通ってきました。通ってきました。腰もなかなか滞ってますね。やばいっすよ。今日何人かしてますけど、度胸に悪いかもしれない。はい。一番肉体派は佐藤さんなんですけど。やっぱりメンテナンスをしないと、ただ単に薬で抑え込んでても。なんか顔すっきりしますか。いい感じですね。いい感じです。いい感じですね。はい、はい、踏みだけで右向いていただいて、あれ向けんじゃないですか。そうですね。左は、あ、左いいじゃないですか。はい、手見えるようになりました。全然楽になりました、はい、こうひねって後方から、おお、いいですね、はい、問題はこっちですね。おお、全然いきますね。おはい、いきますね。そうそう、結構こう背中周りとかこわばってて、どうしてもちっちゃくなるんですね。で、胸も開かないし、気道も狭くなるし、鼻腔とかもその狭くなりやすくなって、さらに鼻中で詰まります、ね、これ続けていくと良くなってきますから、はい、薬入れやつできます。結構体が良かった。やっぱダメでしたね。全体的にダメでしたね。全体的に体感してどうですか。なんかちょっと楽な感じというか、はい、なんか呼吸もそもそもしやすくなったので、あったかい感じがします、はい、全体的に、はい、いいですね。これ薬取れるようになってきますので、はいはい、楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、で今日はありがとうございました。ということで、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。佐藤さんの YouTube を見てみてください。お願いします。はい。